地域党は、ウクライナの新路派の政党を。1997年10月26日に創立。第2代ウクライナ大統領レオニード・クチマを支援するための政治組織として創設され、2002年の議会選挙では、政党連合、統一ウクライナに加わった。党員には、ソ連系の官僚や国家公務員、ウクライナの東南部の実業家、 地方自治体の行政官とそれらの子孫が多い。総裁はミコラー・ザ・ロフ。ウクライナ東部のロシア系住民を主な支持基盤とし、深度的な外交政策を主張していた。2014年ウクライナ総乱では、反政権デモの混乱の中で2月22日に、地域党からは数十人の国会議員が離党し、連立を組んでも過半数を維持できない状態に陥り、 野党に転落した。2月23日、地域党はウクライナから逃亡したヤヌコービチ元大統領について、卑怯な逃亡、人命の損失、突き果てた、国庫、莫大な債務、ウクライナ国民と世界から見た恥と決別を宣言した。2014年ウクライナ最高議会選挙にも参加せず、事実上の活動停止状態にある。一部の議員は、野党ブロック党や強力な、 ウクライナ党などを立ち上げたり、無所属として活動している。2004年の支持率2006年の支持率2007年の支持率2010年の支持率。ありがとうございます。